not. それ何をつけてるんですか。これ入る時の友やね。ああ。それちょっと取ってあげる。落ちないようにこういう溶接棒をここ少し入れるんですよ。うん、で最後はここにこう友をつけてやって。これアニーリングするわけですね。これは焼き戻し。焼き戻し。はい、今、仮戻しをしてるわけですね。今からね。はい、これ今何をやってるんですか。どれですか。どれ。これ。これ今戻ってったの。あ、戻ってっただけですか。うんうん、戻ってた。から。こっから仮戻しね。戻して。はい。
まあ、買い戻しは少ないよ。うん、何回ぐらい行ったり来たりするんですか。4回ぐらい。うん、4、5回で言うわ。4回。で、本戻しの時は9回までやるから。ほぼね。あ、まだ出っ張っ、あのヤスリで削らんなんから、はいはい、そこまではやらないけど。今度裏返しやるんですか。いや、裏返しはやらない。あ、やらなくてもいいんですか。うん、戻るから。戻ってるから、まあ、同じ厚さにした方がいいんだけども。ここで頼んだ。ちょっと待ってください。いいですか。ちょっと待ってください。はい。だからいらないところ編集してください、ね。はい。
回書き直して、今度は見直しね。あ、もう一度焼き直しするんですか。今度は本戻し、さっき仮戻し、継ぎ手どうしても厚いから、はい、戻りにくいから、はい、今片面削って裏はあんまり出てないから、はい、表側はたくさん出てるけど裏はあんまり出てないから、ここでやってるのは丁寧にやってるというわけでもないですね。一緒一緒、うん、一緒ですね、はい、回数やっぱ少ないとね、焼きが戻らないことあるから、これはもうきちっと決めて、いいですか、接合部は接合は終わり、今から仕上げにかかります、
仕事をしますよ。裏です。暑いんですか？今暑くね。今またちょっと暑いんです。あの厚みはね、はい、厚みは暑いです。その分を特別にロールテープで切って、ここはもう詰まってるから、はい、ロールで伸ばしてやらないと、はい、まっすぐレベルが取れないんです。で、まあ。ローレジンはね、あの日に上がる程度があるから、それを表裏大体同じところかければ、はい、あのゼロ、ね。こっちから見えますよ、こっから。見えますよ、ロールかかってるところ。見える、こっちの方があるんで。今バックを出しながら一番初めついた時へこんどったんです、ね。今こっちから押してきて出しながらあのあれした腰を今度手をこっち。これ丸めちゃうのと同じだな。バッケージ。これみんな自分で作るんです。あ、そうなんだ。でこっちから準備をもう一度取って、でヤスリがせ。やり方は分かるけど、実際にやらんと、なかなか、難しいと思うけどね。指叩かないですか？今叩かないな。危ねえな。それでヤスリがけ。はい。仕上げに入りますわ。はい。削るわけですか、表面。表面、今ね、杉手が本当に接合部まだ膨れてるから、今は周りと慣らして、今徐々に一緒になっていくから、そうそう、わしらも初め、グラインダーでやっとったんですよ。どうしてもね、ちょっと薄くなるんですよ。あ、グラインダーでやると、ちょっと取れすぎる感があるから、
それと焼き戻しがね、グラインだとわからない。戻ってるか どうか。それでやるとよくわかる。わかるわかる。硬いとね、ヤスリかからんから。この辺は大丈夫なんですか？大丈夫です。はい、今から手でやるわけですね。うん。ここまで取れるかな。この筋ですか。はい。筋取りましょうか。これ溶接の際のね、筋が、はい、そうですね、少し本当の継ぎ手真ん中じゃないんだけど、でうちはこの面をきちっと見えるようにちょっと縦筋を入れると思うんですよ。分かるように分かるようにと、見た目が、見た目が綺麗になるように。揃うようにね、はい、でこっちもう一回ね、ここは擦り込みの時取れますから、もうちょっと揃えたね、まれない、まあ大体こんな仕上がりになるんですね。はい。あとは裏。はやっぱり溶接するとき仕上げまでやるのはやっぱり時間は一番かかるところって言うとどこなんですか？これ自分の感触でこうやるから、うん、そこが一番重要なわけですね。そうやね、水平いかに取るかやね、この水平の、はい、あとメタ的やなんかメタ的にシャープナーにかけてやるわけですよね、うん、そうそうそう、
砥石の調整とかそういうのやって、これはやっぱり手でやらないと時間には分からない。分からんわね。まあ、やんないですね。ブラインダーでなーってやつ。ブラインダーでやるとラフやな。ええ、そうですよね。まあ、こんな感じでね。はい、前、うちらもね、だっけ、こういうポリッシャーでやっとったんだけど、はい、やっぱちょっとね、薄くなり気味になるから、これはベルトサンダーで前やっとったね、ベルトサンダーで、はい、今は手動で、うん、はい、まあ一番先に次手言われるからね、うん、あの次手が汚いとか、まあね、原始的だけどね、これが一番切れんだもん、厚みが。パッと見でどこだっていう、分かりにくいですもんね、うん、はい、これで終わりです。うん、こんな感じですわ。ここか、ここと、これ2刃ずつ、はい、じゃあここやな、はい、ここでいいね、はい、均等にならんな。あ、いいです、いいです、ね、はい、ちょうどピッチの真ん中やけども、はい、これでいい、これやったらこう、あ、いいです、いいです、それ大丈夫です。暗いか。いや、大丈夫ですね。